どうぞ。今申し上げたそれぞれの目的を持っていらっしゃるお客様に対するそのサービス接遇のノウハウを、まあ、長年ずっと、まあ、私の先輩からもざっとこう伝えられてきて、それが DNA としてちゃんと引き継がれてるものですから、ということでやっぱり130年近くやって、次の150年という目標がありますから、サービスを上げると、まずホテルとしてのやっぱり魅力を上げると、いろんな新しいことをやることも大事なんでしょうけども、まずは日々のそのホテルビジネスサービスの基本となる当たり前のことを、サービスのスタッフがお部屋にオーダーされたルームサービスを届けて、でお客様からサインをもらって、でありがとうございました帰りますよね。でそのスタッフは完全に閉まったドアに、まあジャパニーズスタイルですけども、頭をこうやって下げて帰っていった。もう基本的に本当はお客さんから見えなくなってるところなんですけども、でやっぱり今でもそれを実践しているということは、私は